で、どうなんだ。俺のこの権利でコインの足りない分、足りるのか。ああ、足りるよ足りる。十分足りる。コインは出さなくていいよ。ケイちゃんの膝枕、耳掃除だけでコイン10枚の価値があるよ。よし、つまり乗るってことだな。俺のカードを見てビビるなよ。うー、くらいやがれ。フォーカードだ。どうやら勝負の女神は俺に恋をしたらしいぜ。次も勝負だ。はあ、レナも勝負したいけど。よし、それならレナは次に負けたらエプロンメイドさんになって、お夕食とデザート作りに行ってあげる権利をかけようかな。かな。あら、私も降りられない手なんですのよ。こうなったらコイン10枚に加えて、お好きな格好でお昼にお弁当を食べさせてあげる権利をつけますわ。なら僕もコイン10枚かけて、さらに僕に首輪をつけてハイハイして一緒にお散歩券をつけちゃいますです。マジ？こいつはなんだか面白くなってきたね。コインよりリスクをかけようというそのスピリッツ、気に入ったよ。もちろんミオも何かかけてくれるんだよな。そうだね。んじゃあ私は勝った人の好きな格好をして宿題を代わりにやってあげるよ。どう？ミオさんに算数ドリルの宿題を代わってもらうのも悪くないでございますわね。ダメだよ。レナが勝ってみんなみんなお持ち帰り。黙れ黙れ、勝つのは俺だ。そんでもってみんなを奴隷にして、あんなことやこんなことを。よだれがダラダラなのです。いざ勝負。あれ